今日9月の27日は首都東京の旅、ここは JR 東海道本線東京駅です。日本のすべての駅の顔、大正時代1914年に完成しました東京駅。日の丸も2つ上がります。これね、実は雨になると大急ぎで駅員さんが降ろすんですね。濡れちゃうと良くないということですが、あそこがその日本の中心をなす駅の丸の内中央口、一番中央の改札口、出口なんじゃないかと思いますが、ずいぶん小さいです。あちらが、丸の内の北口、あっちが南口、そちらの方がよほど豪華。それは本当の東京駅の中央の入り口は一般人が使うことのできない皇族方がお使いになる中央出入り口だからです。それがこちら、大層立派な入り口です。天皇陛下が列車をお使いになるときには、ここの脇まで、皇居の車がやってきて、ご両者にすぐお乗り換えになり、このまんま中央の道をスッと進み、これが、東京駅中央停車場線というんですが、その道を、この道のですね、このど真ん中のこの、柵もすべて撤去されて、真ん中はスーッとこう、皇居の方まで行かれるわけです。本日の行程を皆さんにお知らせします。今日はまずここから地下鉄での移動がメインになりますが、永田町方面に向かいます。日本の政治の中心、実際に政治家にも迎えていただく予定です。これからまず見学しますのは国会議事堂、中までは行きませんが、しかしその脇で議員さんが実際に事務所として、使っております参議院衆議院の議員会館というのがあるんですが、そちらを見学させてもらう予定で、まあ、それについてはですね、なぜそういうことになったのかとか、そこで国会議員が動画に登場することについて、まあ、どういった意図があるのか、まあ、大した意図はないんですけども、下の方にコメント欄でよく書いておきますんで、そんなこの動画に政治的な意図があるわけではないというのは皆さん、それはご理解ください。でそれから、これより地下鉄で永田町に行った後、まあ、その周辺を見てから皇居を通り東京へ戻ってきた後、上野、浅草など、まあ、今回は割と典型的な、東京都内の、まあ、初めて東京に来た人はこのように観光すればいいんじゃないみたいな、プランを皆さんにお知らせする予定です。特に、ね、もう浅草とかはこういうことがないと行きませんので、まあ、ちょうどいい機会かなと思いますね。久々に行くんで楽しみです。本当は歩いて国会議事堂まで行く予定だったんですが、ちょっと思って出発が遅くなってしまったので、まずは電車で向かいます。でも電車に何回乗っても大丈夫。東京メトロ、東京の地下鉄では24時間券というのを販売していて、明日の10時29分まで600円で乗れる。これはね、非常に元を取るのが簡単な切符ですので、東京を観光するとき交通費を安く上げたいのであれば、これを使うべきです。国会議事堂前駅に来ました。東京にはいろんな施設がありますんで、どこに何があるのか、出口もたくさんあって、ちゃんと調べないと道に簡単に迷います。参議院の議員会館は一番出口と書いてありますから、まあ、そしたら一番はあれだなと見てその方向に行けばいいわけです。で、NHK から国民を守る党の立花さんとは11時に待ち合わせをしていますので、少し早いから国会議事堂を見てから行こうと思ったんですが、ご挨拶をしたらもう来て大丈夫ということでした。駅直結なんですね、議員会館。議員会館とは何をするところなのか、まあ、これは国会議員の人たちの職場と言っていいと思います。国会議事堂はまあ要するに会議場なわけですが、別にいつも会議しているわけではなく、それぞれの活動もあります。その事務所をたる場所が議員会館という認識です。大勢議員さんがおられますんで、そう簡単には入ることはできません。用事がなければもちろん立ち入ることはできないわけです。参議院の議員会館に入るためには、当然それぞれの議員の許可がなければいけないということになっています。つまり呼ばれた人しか行けないから、今回は貴重な機会なわけです。議員会館ってね、相当お金かけて作ってるらしくて、なんかめちゃくちゃ高級だとか批判されたこともあるんですけど、でもその中は見ることができないんですよ、普通は。だから今回はその高級だと批判されている中がどれほど高級なのか見ることができる。本当に珍しいことですよ。これか。うわー、豪華だ、立派だ。あそこに首相官邸があるらしいんですよ。これ首相官邸ね。で、これが衆議院の第一議員会館。これが衆議院の第二議員会館。衆議院の方が議員の数が議席数が多いですからね。で、奥のあれが参議院。ちょっと遠いな、急がないとな。お待たせしてしまう。で、こちらが国会議事堂となっております。正面の例のね、形のはまた後で見ましょう。建てられたのは2010年ということです。割と新しいですね。なるほど。ちょっとお聞きしてもいいですか？これって結構豪華な作りだって言われるじゃないですか。立花さんとしてはどう思います、この議員会館の作り。いやー、もちろん豪華な作りだと思うので、はい、僕なんかはそのなんて言うんだろう、一応議員プラス党首なので、うん、これぐらいのスペースがあっても、はい、正直使いこなせるっていうか、あ、うん、まあありがたいことにこれがあるから党の、はい、
そのスペースを借りなくていいと思うんだけど、あ、確かに、まあ、一般の議員の方がこれだけのスペースが必要かっていうと、うん、ちょっと疑問だよね。ああ、そうなんですか。確かに代表、逆に言うと党のあれはこれで足りてしまうぐらい の, あのスペースだってことですね。そうそうそう、本来は党の事務作業とか、うん、党の事務員とかも入ってもらっているので、はい、そうか、そういう意味ではあの隣のまだそっちに打ち合わせスポットあるから、うん、はい、まあ十分、まあもちろんここだけじゃなくて、うん、はい、まだ部屋が4つぐらいあるのよ。うん、あ、そうなんですか。あ、まだあるんですか。じゃあこの2間だけじゃないんですか。ここは議員用のもので、はい、それ以外に会派室っていうのがあって、ああ、それが国会そこに見えるけど、ああ、はい、ありがとうございます。国会の中にもある、はい、で、この下にもまだあるから、あと、まあ国会の本館があって、文館があって、ここは議員会館、はい、で、ここにもう一つあって、うん、で、本館の中にもあって、文館にもある。あ、じゃあ本当にいろんなところに部屋があるんですね。部屋がある。ただ、それはその会派の部屋で、うち2人の会派ですけども、はい、その会派でもらってるので、議員だけで言えばここだけなんだけど、まあそれでもそういう部屋もあるので、はい、広さとしては十分。そう、確かに十分すぎる、うんうん、僕もそんなどういうことやってるのかあんまりよく分かんないですけど、でも、まあ、これ十分ね、立派な事務所と、あ、じゃあ失礼します。あ、こんなよく見えですね、はい、あ、これは来ないと見られない景色、ありがとうございます。あと、あの議員バッジを写してもいいですか。ああ、もちろん、もちろん、ありがとうございます、はい、へー、あ、こんな、まあ、こういうわけでしたけどね。あと共用スペースとかもあるんですが、まあ、私はね、結構見た感じすごい豪華すぎるみたいな話を聞きましたけど、まあ、意外と普通だったなと思いましたね。まあ、むしろあの国権の最高機関を司るような人たちがたくさん勤めてる場所なんですから、まあそんくらいの、まあ、おごそかな雰囲気あってもいいんじゃないのかな みたいな感じのね、あの内装でしたよ。それからあとあの動画とかそういうの撮ることはできないんですが、例えばあの中にセブンイレブンとかがあって、まあ、こんな永田町のこう中心のところですからね、あの普通にセブンイレブンとかあの食事するところとかはないわけですが、あのここであれば、まあ、あの普通にこう食事、あの地下であればこういう食事買ったりとか、あの雑貨とかも揃ってると。で、あのせっかくなんで国会土産も買いました。なんか安倍晋三まんじゅうみたいなのもいっぱい売ってましたが、まあ、ちょっと高いし、そのいらんなと思ってですね、あのこういうやつを買ったんですけどね、7個カード、これは参議院限定のようでして、多分参議院の議員会館とか、まあ、その関連 あのごく一部の売店でしか買うことのできない、多分貴重なものだと思うんですよ。多分、まあ、分かんない、国会議事堂一般見学とかもして買えるのかもしれないですけど、あの珍しいので私7個カード持ってないですけどね、この機械に作ることにしました。300円、ヤフオクでなんか3000円で転売されてましたよ。このバスの運転をされている方もまた視聴者の方だったんですが、あのいろいろそういうことが最近は多いんですけれども、議員会館にも視聴者の方があのちょうどお勤めでして、国会にお勤めの方でしたけどね、地下の食堂事情などをお話しいただきました。この辺りの地下はね、全部建物同士連絡しているそうでして、地下通路でもう雨にも濡れることなく便利だそうです。食堂ですが、まあ、私も780円の鶏肉定食みたいなのを食べたんですけど、まあ、そんなに高くもなく街中にある一般的な食堂と同じような金額で、多分雰囲気はね、そんな高級って感じじゃなかった。國學院大學の学食、それがちょっと空いたようなそんなイメージでしたかね。あ、どうも。随分知ってる運転手さんが多いな。あの人もそうだったようですけど、エアポートリムジンバスにはね、視聴者の方が多いんですよ。手振ってくれたから撮ってもよかっただろうな。で、これですが、あの裏にありますのは、国立国会図書館で、日本にある本がすべてここに収められるということになっています。だからね、これをなんかこううまく使って儲けようみたいな人がいるらしくて、あのどんな本でもここは必ず一つ買わなきゃいけないんで、適当な本を作って、それで、何万円とかいう金額でですね、まあ、一応出版ということにすると国会図書館も買わなければいけない。それであの変な本を出して、とんでもない高値で国会図書館に買わせて儲けるっていうなんか話を聞いたことがありますが、実際に可能なのかはよくわかりません。こっちが参議院の入り口の門です。まあこれだけだったらね、あのただ門があるなっていうだけなんですが、あの反対側はもちろん衆議院でして、左右対称の作りになっています。回り込むのには結構歩かなければいけません。こちら側が参議院の入り口の門です。反対側は衆議院、同じような作りになっています。参議院と衆議院は、衆議院の方が古いわけで、参議院はあの戦後になってね、貴族院を改組して作った議会ですから、まあ、そちらの方が新しく、先ほどの7個カードでもお分かりのように、まだ70年ほどの歴史しかありません。前にも1回来ましたけどね、これが国会議事堂です。石はどこから作ったの、どこから取ったかな、まあ、日本国内の至るところから持ってきたんだそうです。1936年にできました。なんでも戦争が終わった当初は食べ物があまりにもないとかで、この前も全部畑になってですね、そこで耕すとか、まあ、なかなか壮絶なことだったようですが、ともかくこの建物自体は現在でも無事に続いています。
先ほど議員会館の地下の食堂にて視聴者の方がですねちょうどまたそんなところにもおられて話を聞かせていただいたんですが、国会お勤めの方でしたけれど、この辺り私が今日は歩いてきたようなエリアとか首相官邸とか多分その他のね様々な関係の建物は大体もう地下通路でつながっているので、徒歩での移動の場合はまあそんな雨に濡れるとかそういうことを心配する必要はないのだそうです。観光客は上を、逆に下をたくさんの人が歩いているのは私も見ましたが、地上部分には人がほとんどいない、随分変わったところになっています。この辺りは警備が大変厳重でして、おまりさんたちもたくさんおられます。で、私もねさっき参議院 の裏側の通用口みたいなところで撮ってたら、北門っていうのかな、おまりさんに早速話しかけられて、何を撮影されてるんですかとかいろいろ聞かれる、要するに職務質問で、それについては私も国会に来るたんびに受けております。もう毎回ここではね職質を受けますんで、普通にこれこれこういう目的でとにごやかに返事をして、おまりさんもすごい人当たりはいいんですが、その後尾行をされるという場合が多いようです。尾行っていうのかな、何か変なことをしないようにね、後からちゃんと見るというわけですが、変なことをしなければ別に怖いようなことはありません。でもね、いつも後ろからずっと私が歩いてくると明らかにおまわりさんがついてくるっていうのは、ちょっとやっぱり背筋の伸びることではありますよね。珍しい体験をすることができる場所でもあるのです。そんなことあんま言わない方がいいか。いや、カメラ回し終わった後もね、いろんなおまわりさんがもう国会をぐるりと取り囲んでいる警備のおまわりさん、みんな私のことを情報共有してたみたいでね、みんなに挨拶されてもう帰りますとかなんとか、すごいもうなかなかできない経験ができました。この広告ですけどね、中部空港の2本目の滑走路建設規制同盟会ってあるんですが、なかなか珍しいタイプの広告ですよね。多分議員さんとかそういう人たちに見てほしくて広告を出してるんでしょう。なかなかないタイプです。普通はね一般の人に向けて見せるんですが、これも国会議事堂前駅特有のものだと思います。丸の内線東京駅を出まして、この辺り丸の内日比谷、東京で一番立派なところ、日本で一番立派なところはこの辺かなと思いますけどね。明治生命館は1930年代の重要文化財です。皇居周辺は今年開園の時にもう散々取り回しましたんで、ちょっとご紹介すればいいかなと思いますけど、東京観光には欠かすことはできません。合計で9羽皇居に住んでいるという白鳥、あれもここの名物です。これは江戸城時代の石垣、国の重要施設は1箇所にまとまってますんでね、あそこに国会議事堂があって、この目の前には皇居、そんな位置関係ですよ。特に名所とかにはなってるわけじゃないですけど、こんな青空の下、松林もあって、一応憩いの場所となっています。こんなやっていいのかなと思うんですけど、結構ねこれやってる人が見られるんですよ。奥にもいるな、外国人観光客がいますんで、この景色がやっぱね東京って言えば、これが一番いいんじゃないかなと個人的には思うんですが、東京へお越しの折はぜひ一度ご覧になってみてください。二重橋奥にあります伏見櫓、あれは江戸時代のもので、数少ない江戸城時代の遺構です。ただ関東大震災でぶっ壊れてしまったんですが、また部品を拾い集めてもう一度作り直したんだそうです。ちなみに二重橋というのは実はこの橋ではなくて、奥にあるですね、今人がたくさん並んでいるあの橋を言うのだそうです。整理券をもらえば皇居の中川を見学することもできます。無料です。また広々とした敷地の奥にずらりとビルが並ぶ様、これがね圧巻で、私はこの景色が好きなんですが、どうでしょうか。またこちらは毎度おなじみ桜田門、平井直輔が薩摩の人でしたっけ、刺されたところでございます。これを抜けると目の前に、こういう感じですよ。これあれでしたね、薩摩藩じゃないですね、水戸の脱藩浪士だそうでした。一応ね皇居の下には地下鉄は敷けないことになってまして、だからこの辺りは東京の中枢であるのに交通の便利は非常に悪いんですね。最寄りの駅からさっきの二重橋まで、どういっても500メートルぐらいはあります。最寄り駅はたくさんあるのに駅は近くないという不便なところです。東京の地下鉄のねありがたいことはこういう冷房装置がありまして、外を歩いてると暑いんですが、こういうね涼しい風がこれ涼しいんですよ。それから天井からも、今吹いては来ないんですけども、しばしば冷気が降りてきまして、ということになります。この桜田門駅は皇居に特に近い駅ということもあって、またこの有楽町線は陸上自衛隊の市ヶ谷の駐屯地や永田町国会議事堂周辺にもアクセスが容易なので、地下の秘密軍事路線、万が一の時にはこの有楽町線の中を戦車が走り回るなどという都市伝説もありますが、そんなことは実際不可能です。永田町から24分、さっきの東京の通数とは打って変わって、ここは東京の下町と呼ばれるエリア、
しかし江戸時代から都心であるということは変わりません。歴史ある街です。東京観光の目玉として、またその一環として外国人観光客からも高い人気を博すこの東京スカイツリー、私も一度だけ行ったことがあります。私おじさんみたいなね、典型的な新しいものが嫌いな性格なんで、東京タワーが東京スカイツリーに高さ抜かれましたっていうニュースが小学校4年の時だったかな、出た時はショックでしたけれども、まあ今ではすっかりもう定着しております。2012年から営業を開始した東京スカイツリーは、2600円登るのに、ね、かかるということだったんですが、最近では値下げをしまして、今日は前売り券を買いました。4時までの時間指定の入館で1500円、随分安くなっています。これは東京スカイツリーのキャラクター、空からちゃん、ちっとも可愛くなく何の愛着も湧かないのですが、皆さんうちのチャンネルのアイコンを見ていただきたいんですけれど、私の顔の後ろに描かれている黄色い星はまさにこれと同じものです。お土産物としてね、確か1200円だったと思いますが、この黄色いカチューシャ売ってるんですよ。で、私前にそれを買ってもらいまして、つけて遊んで、似合うでしょうと言って YouTube、Twitter などにたくさんアップロードしたんですが、誰もそれに同意はしてくれませんでしたけれど、私は大好きで自分のチャンネルのトップ画像にも使っているわけです。昭和33年、東京の主たる電波塔として東京タワーが完成し電波を発射していましたが、それではちょっと高さがだんだん足りなくなってきたということもあり、新しい電波塔を建てることになりました。その目的の場所は練馬区とかこの墨田区とか、まあいろいろ案があったのですが、最終的には東武鉄道の貨物取扱所の後に建てることになりました。真下には現在でも東武鉄道の線路が、まあ、現在でもというかまさに東京スカイツリー駅というものがこの真下にはあって、全ての列車が停車する主要なところです。ここから日光鬼怒川方面まで列車で1本で行くことができます。だからもうそのまま乗っていけば日光観光もできる、外国人には嬉しい場所。東武鉄道も外国人観光客の獲得には余念がないようです。目の前に見えるのは下町を流れる有名な川、隅田川で、ここを渡っているこの橋、その周辺に数多く観光地が並びます。例えばこちらは両国国技館で、お相撲がよく行われている場所、目の前では両国駅があって、今総武線の電車が走っているのも見えます。今回は多分行くことはないでしょうけれど、ここにある江戸東京博物館がまた外国人の観光には多分面白いところでしょうか。江戸時代の日本の様子を手軽に知ることができます。お伝えしました東京都心の景色はこれです。丸の内、今日の出発をした地点は皇居のすぐ脇ですから、まあ大体この辺、丸ビル、新丸ビルというビルもどっかこの辺りに紛れているはずですが、ちょっと私も分かりません。 JR 東日本東京駅がこの辺です。でその奥、銀座、汐留方面など超高層ビル群が続きます。この東京スカイツリーの主、東武鉄道の、まあ、その本拠地がこちら浅草駅です。そのすぐ脇には浅草、これは仲見世通りではないですけども、どっかその脇に浅草寺や仲見世通りなど、もうちょっとこっちの方かな、並んでいるところもあります。で、まずはこの浅草駅周辺を見ていただきたいのですが、そろそろちょうど列車が来るはず。東京の都心と言われているエリアがここですが、副都心としてここ30年40年ほどで随分力をつけてきた街のエリアがここです。まあ、大体新宿、池袋、特に新宿が多く、いわゆる超高層ビル群というのはこの辺り。このツインタワーが東京都庁で、これはなんかメディア関連の学校とかが入っている、航空運タワー、その脇にも京王プラザホテルなど、新宿の伝統的な高層ビルが並びます。この左、エンパイアステートビルを模したエセエンパイアとかエセクライスラーとか言いましたけれど、これがドコモタワーで、前にもお伝えしたようにその一番上、よく見ていただくとクレーンが上に縦に伸ばされているのが分かります。さて今ちょうどようやく待っていたらね、電車も来たんですけれども、この浅草駅からちょうどこう電車が左上から右下へはみ出してきているのが分かると思うんですが、このカーブはおそらく東京で一番急な鉄道のカーブだと思われます。東武鉄道は浅草駅、そのターミナルに列車を無理やりねじ込むためにとんでもなく急なカーブを今も使っているのです。これ本当大変そうですからね、列車も慎重に慎重に線路をキーキーきしませながら頑張って進みます。この隅田川を渡ってお隣の東京スカイツリー駅までは距離はわずかですが2分、まあ割と列車が遅いために時間がかかるのです。この区間だけは特急列車も料金を払わずに浅草行きのみ乗ることができます。ちょうど今スカイツリー駅から出て行った列車もありますが、あれは特急電車両毛号、群馬県方面に行くもの。
スカイツリーを観光を終えて外国人観光客が乗り込むような需要はなく、どちらかといえばビジネスなどの需要が高い列車です。日本の鉄道駅で一番乗降客が多いのが新宿、第2番目が確か池袋だったはずです。こちらが池袋、新宿に比べれば、少し数は少ないのかなと思いますが、池袋の中心のビルはこのサンシャイン60で、もともとは永久戦犯とされた人たちを収容していた東京拘置所巣鴨プリズンのあったところです。ちょっと私の普通の身の上話になりますけど、高校時代にうちの岩倉高校は体育館みたいなものがまともになかったもんですから、体育祭はあそこの浅草リバーサイド競技場というところでやってました。でもね、やっぱそこでも遅刻とかは取られるんですよね。私その時にギリギリまで電車の写真撮ってて、で浅草駅に5分前ぐらいに着いて、浅草駅あそこにあるんですよ。でそれでうわ着いたと思って大急ぎで遅刻ギリギリのところでね走って、それでリバーサイド競技場へ向かったんですけど、残念ながら間に合わなくて遅刻はしっかり取られてしまいましたね。うやむやにできるかなと思ったんですが、ちゃんと先生に確認をされてしまっていたのでした。やっぱりもともと東武鉄道の敷地、そこに立っているだけのことはあって、あれは東武亀戸線だと思いますが、いろんな方向へ行く可愛い電車も見られます。その東武鉄道などの一大拠点駅としてまた使われておりますのが北千住です。あれが北千住駅、ちょうど今特急列車日立号、東京方面に行く常磐線の列車が出ていくのも見えましたが、北千住駅は大変立派な駅ビルもありますけれど、駅のこの辺りなどあまり治安が良くないそうです。足立区の治安は良くないと、それはもう、みんなですね、芋パンを押したように言うわけですけれど、実際足立区民もそのように言うので、間違いないんだろうと思います。夜はあまり近づかないに越したことはありません。鉄道マニア向けの案内も少しはしていいかな。ここにね、すごい巨大な鉄道の貨物基地があるのは分かりますかね。これは東北、北海道方面に持っていく貨物列車の一台、東京の玄関として使われている、隅田川貨物駅というものです。結構大きいですが、普通の人はなかなか近づくことはありません。また浅草寺のその先を見渡すと、私も高校3年間を過ごしたんですが、上野があります。ここは上野恩賜公園、日本で一番古い、確か1872年、かなり古くある国立博物館がこれ左側の、これが国立科学博物館で、私も高校時代にいろいろとお世話になった岩倉高校もどっかこの辺にあるんですが、あ、これだ、そうそう、これ分かりますかね、この黄色い広告の裏のビルのやつね、あんな狭いところでやってたんだなと思いますが、昔は一応運動場もあったらしいんですけどね、狭い土地ですよ、ビルに隠れて囲われて、でも大変立地は良かったですね、便利でした。よく考えたら展望台は二重構造になっているから、下の階の方が見応えがあったんだよな、よく忘れてた。今日はね、交通費もほとんどかかりませんし、宿泊費もかからないということで、そうすると今日の予算7000円ちょっとあるんですけれど、随分なお金持ちに早変わりです。ですからこれ800円もするパフェを頼みましたが、いいですねこれね、ソロカルちゃん、いやソロカルちゃん多分表情が悪いんだよな、こういうね可愛らしい表情してるや、人気ももっと出るのにね。 いただきます。東京スカイツリーにはこれよりもさらに上の階、500m、470m とかそれぐらいの展望台もあるようです。私はそこには行ったことはありません。また外に出る特別ツアーみたいなのもあって、それは1700円ほどで、案内のもとに見学をすることができるらしいです。あそこに見えているこれは総武線の錦糸町駅、結構こうやって見るとやっぱ東京の街ってね、ごちゃごちゃごちゃっとして、これはいい意味で言ってるんですが、いろんなものがたくさん詰まって忙しい印象、こういう景色が私は好きですよ。あとは最後、東京の西側千葉方面、この辺見ると分かりますが、葛西臨海公園と、これがスペースマウンテン、奥はディズニーシーに山あるじゃないですか、火山みたいなやつと、これがタワーオブテラーでしたっけ、私は乗ったことがありませんが、そういうやつ、辺りが東京ディズニーリゾート、千葉県、千葉、埼玉などは東京からすぐに見渡すことができます。神奈川方面はスカイツリーからでは見ることはできないようですが、最後はあとは東京湾岸についてはまだご紹介しなかったかな。この辺がそうですけどね、隅田川の出ていった河口、この辺りから多分これがね豊洲だと思うんですけど、いわゆるタワーマンションというやつ、あんな高いところに住んで逆に怖いんじゃないかなとかね、地震大丈夫なのかなとか気になるんですが、超高級住宅街として知られています。今回ねスカイツリーに行くにあたって、前日のうちに調べたら時間指定の予約の切符を前日まで買えるんですけど、それ買うと300円引きになるっていうから、あらかじめ買っておいたんですが、実際スカイツリーの方に行ってみたらね、300円引きになるだけではなく、前日までに切符を買っておいた、ネットでねお金払って買っておいた人は、死ぬほどの長蛇のもう3、40分1時間行くんじゃないみたいな死ぬほどの行列があったんですが、それに並ばずにすぐ登ることができまして、
まああれはね、何が何でももう事前に予約して切符を買わなきゃいけないだろうなという感じでしたよ。皆さんもね、スカイツリーに行くときはもう絶対事前に予約していった方がいいと思います。もうこれは必須ですよ。そうじゃないともう並ぶだけで1時間とかかかってもうクタクタになってようやく展望台に到達するってことになりますからね。長蛇の行列の脇をすり抜けて、これ先行っちゃっていいのみたいな感じでね、スーパーファストパスで登っていけた、それ自体も爽快な経験でした。で、浅草駅まではただ川を渡るだけでそんなに離れた距離ではないんですが、まあ、でも歩くと面倒です。電車で行けばわずか2分、しかも時間によっては特急列車もすべて追加の料金を払わずに乗ることができますので、かなり豪華な2分間の移動を楽しむことができます。ちょうど時間があってですね、特急スペーシア号がやってきましたので、これに乗ることにします。本来は日光に行く特急です。東武日光から来た華厳号、売店もやっていますが、もう売店はねこの駅からはさすがに使うことはできません。2分しかないから。いや、一瞬とはいえ本当これただで乗れるってないですよね。東京でもなかなかできない経験ですよこれは。ちなみにこれは東京スカイツリー駅から浅草駅に向かうときにはただで特急に乗れるんですが、逆の場合浅草駅から東京スカイツリーに行くときにはこういう乗り方はできません。お金を払わないといけない。それはこの特急列車が全車指定なので、浅草駅で勝手に座ってたら他の人がそこ私予約してたんですけどとかなるとトラブルになります。それを防止するため結構この辺には多い施設、水門、そしてこれが隅田川です。春のうららの隅田川、滝廉太郎の歌でも有名。向こうに見えておりますこととい橋は東京大空襲の時、橋の上から火を炎より逃れようと飛び込んでたくさんの人が亡くなったという歴史があります。そしてこれから先が先ほどでもお伝えしましたが、この辺り関東地方で見られる鉄道のカーブとしては最も急なもの。浅草駅のカーブは本当に激しくて、駅もこの先お客さんに特別の配慮をしています。すごいカーブと眺めですよね。一区間たった130いくらという金額ですが、これもなかなかできない東京観光の一つだと思います。浅草駅に着いてもすぐには降りることができません。まず駅員さんがこの列車とホームの間に橋を渡してくれます。ホームもものすごく急なカーブなので、このようにホームの下に落ちないように橋を渡してくれるのです。着きました浅草駅。上はデパートになっています。東京の下町の昔からの繁華街です。あそこにありますバーガーキング、多分これはね外国人観光客が非常に多いエリアだからバーガーキング出店してるんじゃないかなと思います。海外に行くとすごい数バーガーキングがあるんですよ。日本にはあんまりないですけどね、多分海外の人が浸透しているから、 あそこのバーキン行こうみたいなノリじゃないでしょうか。あちらはアサヒビールの本社ビル、これは有名なうんこビルとしてね知られているやつでございますけれども、前にねなんか全日空に乗った時機内の読み物みたいなのであれについての解説してたんですが、なんかすごいアサヒビールのなんか上昇とかみんなのなんかこう上向きの気持ちとか、なんかそういうねいい意味があれには込められていて、結構お金かけて作ったらしいですよあれ。みんなうんこビールと呼びます。今調べてね確かにそうだったなと思い出したんですが、あれはね燃え盛る炎をイメージしてるらしいですね。炎で、しかも下はオリンピックとかの聖火台みたいな感じ、ちょうどここにもねオリンピックまでどうこうって書いてありますが、まあこれを表示できて本望でしょうね。しかし燃え盛る炎には見えない。あれ、船を作る技術なども使われて相当すごいものなんだそうです。実はでこれが日本中から外国からも観光客のやってくる雷門なんですけど、任天堂と無関係なですねとあるなんていうのああいう製品があって、あれ任天堂側としては結構迷惑してるそうですけどね、映る外国人の方は大喜び。任天堂は無関係ってあれ前は書いてあったんだけど書かなくなったな、あれが面白くてよかったんだけど、あ書いてあるわ、任天堂は違うな、任意保険加入って書いてあるだけだ。多分手の商売儲かるからいろんな会社がいるんでしょうね。私は任天堂は無関係と大きくロゴを貼った会社のイメージです。マリオカードが日本では人気なのでそれにあやかってあのような商売がありますが、自動車を運転する日本人としては結構迷惑な存在らしいですよ。現在のパナソニック松下電器の奉納したこの提灯は雷門の名物です。奥に続くこれが仲見世通りで、もうちょっとするとねこれ多分みんな閉まってしまうんじゃないかな。
まあ、ここは一応東京都からそれぞれのお店が賃借りしているということになってるんですけれども、その借りるお金がめちゃくちゃ安いとかで、確か月10万とかなんかそんぐらいらしいんですよね。それでずっとやっているもんだから、ちょっと値上げをしたいということで、東京都が今ルール改正をもうしたんだったかな。その結果もうここではやっていけないというお店が結構出てきて、結果的にその代わりにスターバックスなどのお店が入って、仲見世通りの雰囲気が変わりつつあるのを問題視するという声も多くあります。雷門くぐって仲見世通りが始まりますが、そのすぐ脇、まあ、まさに仲見世通りの、ね、入り口のところにあるから相当だなと思いますが、江戸時代からここにあるという天ぷら屋さん、私ねここ割とよく行くんですが、ここの揚げまんじゅう前にもおすすめしましたけど、浅草で多分一番美味しいのは私はこれだと思いますね。あの雷おこしとか人形焼きとかも美味しいですが、あのこれが一番私のおすすめする浅草名物なんで、よくあの皆さんもお召し上がりになってください。一つ190円ですが、揚げたてで、あそこのところでね、あのおばさんが出てきて、江戸っ子っぽい話し方でですね、あのチャキチャキと応対をしてくれます。この仲見世通りの土地はすべてこの先にある浅草寺の敷地内境内ということになっています。そして賃料、あのそれぞれのお店が営業するときにかかるお金は、まあ、大体月々1万5000円ぐらいで、めちゃくちゃ安かったんですけれども、だんだんと値上げしていってですね、今月10万円ぐらいなのかな、最終的には月25万円に値上げするそうです。そうすると浅草寺は儲かっていいんですが、あのこの辺りにある昔からやっていたお店の中には営業を続けることができないというものも数多くあって、そのうちこういったお店の多くが姿を消し、スターバックスなどの、まあ、大型チェーン店みたいなものがどんどん軒を連ねるようになって、この仲見世通りの景観が失われるのではないかという懸念もなされています。昔からここにずっとあるお店ばっかりですから、まあ、例えばねこのお店のあのジャレッコモーラーっていうらしいんですけど、これなんかもね、私がちっちゃい時から15年ぐらいこの売り方でずっとここでやってますんで、いや懐かしいと思う一方で、自分も大人になったもんだし、しかし変わらないお店の雰囲気をまた素晴らしいとも思います。仲見世通りの脇道、伝法院通りっていうところだそうですが、あーこんなのあったかな、多分後からこれ作ったんだと思いますけどね、まあ、何にせよ雰囲気のいいところ。あとは私が浅草でよく行く店といえば、これ仲見世通りの一番後ろのところにある木村屋本店、そういう名前なんですね。創業104年元祖人形焼きと書いてあります。浅草名物の人形焼きを売っているところ。人形焼きはまあこんな感じで、浅草にゆかりのあるもの、風神雷神とかね、この浅草寺の五重塔とか、そういったかたどった、まあ、ベビーカステラ的な生地の中にあんこを詰めているものです。あんこが嫌いな方はあんなしというのもあって、私ちっちゃい時はねあんこ嫌いだったからあんなしを頼んでたんですけど、そうするとちょっと牛乳なども入ってまた違った味になるようです。ここより安いというお店も仲見世通りにはたくさんありますが、まあ、私もねちっちゃい頃からうちの伝統的な教育で、まあ、ここで買っておけば間違いはないみたいなのをあのこう潜在的に言われておりましたので、まあ、ここ以外で実は買ったことはないんですけどね。だからここが特別他と比べて美味しいかどうかについてはちょっと何とも言えませんが、ここが美味しいことだけは保証できます。夕方になるとライトアップをするわけですが、ちょうど空が青く染まるこれぐらいの時間が写真を撮るには最も好ましいと思います。もしくは朝めちゃくちゃ早く、朝の5時とかに来るのもいいかもしれないですけど、浅草寺からは冷たい空気のプレゼント、まあもうちょっと必要ない時期なんじゃないかなって気もしますけど、これかなり猛烈な勢いで出ております。こんな強いのなかなかないですからね。何もしなくてもね、この仁王像の表情が再現できる、なかなか面白いスポットです。私以外にもたくさんの人があそこに顔をつける挑戦をしていました。これが浅草寺の、まあ、本殿なんていうんでしょう。あんまねここについてちゃんと勉強したことはないんですよね実は、まあ、今からしてもいいんですが、あのお正月になるとみんなここに来てお賽銭を投げ込もうとしますが、あまりにも長い列なので、後ろの方から前方に頑張ってもう投げ飛ばしちゃえばそれでお賽銭入れたことになるだろうという人も多いようです。逆にそうするとね、後ろの人がお賽銭をこう投げるじゃないですか。で、あの春の1月の時期なんでね、まだあの冬か、背中の帽子のフードのところなんかにあのお賽銭がこうたくさん溜まって帰ってくると、あら不思議、なんかこう背中に身に覚えのない小銭がたくさん入ってるみたいなことがなんかね、あの起こるとかいう都市伝説は聞いたことありますが、そう本当なのかちょっと分かんないですけどね、あのそういうところとしては有名です。たまにはこういうのもやっています。小学生以来だな、おみくじ。これ確かね、入れてまず入れるじゃないですか。でここにおみくじがいろいろ解説書きが入ってるんですけども、これをぐるぐるやって、番号を確認しろって書いてありますね。出ないな、出た。これを完全に引き抜くことはできる。あ、引き抜けたな。77番はこちら。お、こちらは
第77今日裏に書いてあるな、万事うまくいかないことが重なり先が見えないことでしょう。今は名を広め幸せを願うなどと考えてはいけない。そうなんだ。船に乗って行こうとするけれども何が高くて乗りにくいでしょう。もうこの間ね、あの愛媛県の伊予大洲でそんなことがありましたか。望み事が叶いそうですが災いに隔てられてしまいます。その差は天と地のように違う状態です。自重して時を待ちましょう。こんなこうみんなをこう不安にさせることだけ言ってこんなおみくじ意味があるのかと思う。だったらね引かなきゃいい話なんで、どんどん見てみましょう。病気、元気叶いにくいでしょう。病気安心できないでしょう。なくし物見つかりにくいでしょう。待ち人現れないでしょう。新築引っ越し悪いでしょう。旅行悪いでしょう。結婚付き合い悪いでしょう。早速ですねカバンの中を見ますと、この間ニューヨークでもらいましたサプリメントがですね知らないうちに蓋を開けていてこのように散乱していたのでした。またお財布も知らないうちに開いてしまって中の小銭がやはり散乱していたのでした。気を取り直してですね浅草名物のあの人形焼き10個入りで、800円、結構いい値段がねやっぱりするんですけども、美味しい。まだ焼いたばっかりで温かいですがこれ結構ね長めするんですよ。実は確か10日ぐらい持つんじゃなかったかな。これは仲見世通りの大きな提灯。でもね、私の一番好きなこの浅草寺の五重塔のやつなんですけど、これ昔浅草寺の五重塔とは思わなかったな。なんかこうアスパラガスかクリスマスツリーだと思ってましたけどね。おお、おいしい。いやこれ本当においしいんですよ。ちっちゃい時あんこ嫌いだったってさっき言ったのなんですけど今は普通に食べられます。それね、なんであんこが食べられるようになったかってこの人形焼きのあんこが美味しかったからです。ちっちゃい頃からね観光って言えば浅草、もしくは渋谷表参道とかにも連れてってもらいましたけど、やっぱ懐かしいし、いつになっても来るのは楽しいところですよ。で次はこちら、これね、照明にかざすと分かるんですけど、ここは鳩ですけど、どうやって食べるかっていうのはもう相場が決まってるわけだ。自分で見て笑っちゃう最悪の性格だなと思いますけどね。美味しい。今度こうするとなんかこう、牛にも見えるんじゃない？あ、いいな、これ、牛です。もう。こちらは風神、しっかりねこうお腹の膨らんで出っ張ったところまでうまく焼いてあります。しかし夕方になって秋風は涼しくなり、また人は随分少なくなりました。浅草寺は本当に夕方から夜にかけて観光にするのにちょうどいいところです。江戸時代から繁華街として知られたこの浅草、これは日本で一番古い遊園地花屋敷です。江戸時代に開業したもので、大変古いジェットコースターがあります。木でできてんじゃないかな。あれですよ、ジェットコースターは別に江戸時代にあったわけじゃないですけど、花屋敷のジェットコースターは大変遅いとかで、あんま好きな人にはね人気がないらしいんですが、私人生で唯一自分の意思で乗ったジェットコースターが花屋敷のやつなんですけども、あれでももう無理ですね。なんか30何キロとかのスピードでガタガタガタと行くらしいんですが、もうね足がすくんで二度と乗る気にはなりませんでした。東京オリンピックまであと333日だと言います。見れば見るほどいろんなところでまた新たな見どころを発見できる東京。今回は非常にべったりとした基本的な観光をしてみましたが、それもそれでまた楽しいと久々に思い直しました。オリンピックを通じてこの街がどのように変わっていくのか非常に楽しみだし、ここが自分の地元でとてもラッキーだったと思っています。今日のみお結びくださいというわけでここ結んだんですけど、これ初めての経験で貴重な経験。今日のおみくじはお焚き上げします。あとでこれね燃やしてくれるんですね。いやー貴重な経験、めったにできないことだ。他の人はね燃やしてもらえませんから、ラッキーなことですよ。今日引いた人が救われる方法はただ一つ、ここに、祀られているという言い方で、祀るという言い方じゃないと思うんですけども、ここにおわす、観音様に対して祈りを捧げることだけだと言います。ですからとりあえず財布の中にあることには全部ジャーってですね、周りの注目もかなり集まりました。またここは雷門よりも少し隅田川寄りのところですが、これ神谷バーというのが日本で一番古いバーです。残念ながらバーに行くお金もないし私はお酒は飲みませんが、興味がある方はぜひ行っていただきたいと思います。大正時代に始まったもの、始められたのは明治時代ですが、この建物は大正時代のもので東京大空襲を立派に生き残りました。この辺りはずらり老舗が並びます。
で今夜の夕飯なんですけども、あの予算がですね割と今日はたくさんあります。さっきも言ったように本日の私はお金持ちでして7500円しかありませんが、まあ、なんたって地元東京なので宿泊費交通費がほとんどかかっておりません、まあ、そういうわけでまだね4000円ぐらいは使っちゃってもいいんですね、ここは東京名物お江戸名物のお寿司を食べようと思います。江戸前寿司とはなんた、そういうね あれはお寿司を画面の中に入れて皆さんに字幕か何かで解説することにいたしまして、あの100円寿司とかでね安く行こうかなと思ったんですけども、あの今日は久々にこうデラックス、寿司三昧、恐るべきことに24時間営業ということですが、東京中央卸売市場、今築地って言いませんからね、豊洲から、卸してきたお魚で、たくさん新鮮に出してもらえるようです。それじゃあ、私が個人的に出演するのはここまで、個人的に出演するのはここまで、ありがとうございました。そうですね、すいません、浅草でしばらく個人的な用事がありまして、それも済ませましたが、東京観光の舞台は引き続き今度は上野へ。ただし時間が遅くなってしまったので明日に持ち越す予定です。動画はこのまま続きます。銀座線の浅草上野間は昭和一桁8年だったかな、それぐらいに開業したと思いますよ。13年だったかな、もう忘れちゃいましたけど、日本で一番古い地下鉄の区間です。というわけで車両も随分小さいし、天井も随分低くなっています。随分綺麗ですけどね、まだまだ戦前の名残がたくさんありますよ。上野もまた東京を代表する観光地です。上野今昔物語っていうんですね、この絵知りませんでしたが、銀座線が開業したのはこれによれば昭和2年、車両は1両わずか5分の乗車時間にもかかわらず長い行列ができ、そう、あのね、銀座線が開業した時相当長蛇の行列でみんな物珍しく見たそうです。上野公園の名物といえば春の桜、西郷隆盛像、犬を連れているそうです、それから国立、これはあれかな、西洋美術館かな、神戸美術学校じゃ、美術館で書いてあるわ、字も読めないのかと、それから下のあたりは飛行機が飛んでるの、これなんだろうな、分からんな、忍ばずの池であることは間違いありません。飛行機を飛ばす訓練をしてたんですかね、上野に長らく通いましたが知りませんでした、ジャイアントパンダは日中友好の証として上野動物園の名物です。それからル・コルビジェの、建築遺産ということで世界文化遺産の一つになりました、こちらが東京国立西洋美術館、明日行くことがあるでしょうか、国立科学博物館は私が小さい時のお出かけの最もよく行く場所の一つでした。親にもねよく連れてってもらって楽しかったですね。上野駅もまた1930年代に建てられた豪華な石造りの建物、現在は新幹線という形になっていますが、東北上信越各方面への長距離列車の出発点として昔は特にこの時間夜行列車がにぎわいました、まあ、ピルマも数多くの列車が走っていました。4年前に上野東京ラインも開業し、もはやこの駅は終着駅ではなくなりましたが、それでもやはり現在もなお東北地方の方々を中心にこの上野は東京の玄関として印象を強くしているようです。なんかね、東北地方に行ったりすると、あの新幹線に乗ってて東京行くっていう時、東京駅まで行かないで上野駅で降りるっていう人が結構多いんですよね。高度成長時代には中学校を卒業したばかりの人たちを連れた集団就職列車がこの上野駅に数多くやってきて、ここからすぐに地元の町工場、商店などへ就職、それから長く東京での、ま、辛く厳しい生活、その時々にふるさとを思い出すための上野駅、その思い出す地点として活用されていたようでございまして、上野はおいらの心の駅だと、ああ上野駅という伊沢八郎の歌でも歌われております。銀座に到着しました。この駅は今壁面を取り壊して修復工事というのかな、駅の工事中です。東京を代表するきらびやかな街銀座ですが、実は地下はこのようにちょっとね少し怖さも感じるような雰囲気の駅です。そしてこの壁の部分を見ていただきたいんですが、このように鉄骨が横に張り巡らされています。まあ、巡らすというか横にこのようにこう埋め込まれています。他の部分を見るとそのような構造は特に見当たりません。反対側とて同様です。この部分は太平洋戦争の末期、東京に初めてその民間人が普通に過ごすだけの工場とかそういうのがないようなエリアで初めて空襲攻撃を受けたとされる銀座空襲において巨大な穴が開き、ここから大量の水が吹き出て地下の土砂に人が埋まって大変なことになったそうですが、その時の被害の穴を応急的に塞いだ後だそうです。現在もその時の応急処置のままで残っておりまして、壁がこのようにザラザラ、そしてまたどこかから持ってきたのか分かりませんが、
おそらくは、まあ、物資の足りない中大急ぎで用意をした鉄筋、そういったものをここに貼り、そして銀座線の運行を再開したのです。東京ではやはり首都さまざまなことが起こりますから、そして、まあ、それなりにもう首都になってからの歴史もあるものですから、このような実は昔このようなことがあった名残ですみたいなものが数多く見られます。当然といえば当然ですが、私もこの首都東京に対して知らないことの方が多いですから、まだまだ東京観光にもする余地があって一層楽しみなところです。空襲の時銀座線は一時運転見合わせということになりましたが、安全確認の後およそ1時間ほどで運行不能な銀座駅周辺を除き運転を再開したそうです。爆弾を降る中地下鉄を運行する、こんな信じられないことをしなければならないのか、本当にそれは当然にして求められることなのかとも思いますが、しかし一方で確かに爆弾の降る中この東京の地下の電車を必死に動かしていた人たちが当時は存在して、そしてまたその方たちが残した勲章のようなものがこの東京地下鉄その駅の壁に埋まっているというのは少し勇気づけられるような気もします。あの銀座三越の手前の時計塔、あれがいつからあるのか私は知りませんけど、確か筆屋さんだったんじゃないかな、小さい時にね、私の母が書道をやるもんですから、ああいうものをあの買いに行った記憶がありますけれども、空襲の時代も生き延びて今も銀座を見守ります。そういうね、昔の苦労した時代の人の話を聞くと、まあ、今の時代少々辛いことがあってもまあ耐えられるなという気がします。まあ、よく最近ネットでも言いますけれど、自分が辛いということを自慢して他の人に苦労を押し付けるというのは私もいかがなものだと思うし、そういうことをさせてはいけないと思いますけれども、まあ、一方で人の辛い話を聞くと自分が一層奮い立たせられるというのは、まあ、これは絶対とは言いませんが、しかし良い影響な気もします。本日は東京のご紹介をさせていただきました。明日も東京の観光をいたします。この動画に引き続き、そうこれでね動画を終わらせると思って締めのなんか挨拶でもするかと思ったんですが、よく考えたらまだまだこの動画は続くのでした。明日上野周辺に戻りまして、また今使っております東京メトロ24時間券のお世話になることになります。引き続きお楽しみください。